ホリエモンチャンネル。なんで俺地下アイドルみたいな話をしたかというと、僕のコンサル先で、うちのオンラインサロンの法人単位のメンバーで、アイドルのグループやってるやつがいたんですよ。社長が作詞作曲できるから、そいつが全部やって、去年、売り上げ1億稼いだ。7人のグループで。地下アイドルで。コンサルが好きで申し訳ないんだけど、名前覚えられなかった。っていうぐらいマイナーなの。俺が覚えられないぐらいマイナーなアイドルグループで、なんだけど、はい、オンラインの握手会とか、もう握手会もできなくなっちゃって、はい、オンラインゲームを一緒にする券とか、そういうの一生懸命売って、はい、それで1億円稼いだの。7人で。このすごいところは、地下アイドルのグループなのに、分配率が7割です。アイドルにトップオプスの3割、その社長が、はい、その作詞作曲とかも含めてだけど、3000万円じゃん。まあまあ悪くないですよ、はい、プロデューサーとしては。で、7000万円を7人で分けるから、ついに俺さん、うちのメンバーの年収が1000万超えたんです。それはすごいですね、地下アイドルで1000万ってすごい有名な。すごい。某アイドルグループとかの、はい、なんかほら、詐欺に手を染めたりして。最近ありましたね、はいはい。なんかギャラがなんか月10万円。はい、あれ、つらい話だけど。1000万円あったら、それは頑張りますよ、なんかそういうことが俺できんじゃねえかなって思ったんですよ。あー、なるほどね。